ウィンチは回転ハンドル、または原動機の回転力を歯車装置などで減速して回転させるドラムでロープなどを巻き取ってロープなどに張力を与える機構の総称である物体の上げ下ろし運搬、引っ張り作業などに使用する機械である巻き上げ機とも呼ばれ主に重量物の移動や保持に用いられるキャプスタンも参照のことドラムにワイヤーロープなどを 多層巻きするものには、ロープをガイドすることで、ドラムに均等な巻き付けをするためのシフター装置を装備するものがある。港湾用、低地型電動ウインチ建設機械運搬車の2階に、装備された油圧ウインチウインチに使われる動力は、低地型では、電動機とエンジンが多い。1960年頃までは、船舶や鉄道の分野において、蒸気機関を 動力源とするウィンチが多用されていたが、現在はほとんど用いられていない。車載用ウィンチでは、電動式は SUV などに適したレジャー用や小型商用量の後付け型などを少数派で、エンジンの回転力をトランスミッション、またはトランスファーから分配するパワーテイクオフ方式が主流である。PTO 式での動力の伝達は、機械式と呼ばれるギアと回転シャフトで回転力を ウィンチに伝えるものと PTO で油圧ポンプを駆動し、油圧モーターでロープ巻き取りドラムを駆動する油圧式とがある。小型のものは構造が単純な機械式も用いられているが、産業用のものや大型で牽引能力が大きいものではエンジンストールの心配がなく、かつ操作が容易な油圧式がほとんどである。炭鉱、鉱山、トンネル工事現場などの行動や、 石油系化学系プラントなど可燃性、爆発性ガスに触れる恐れのある場所では、漏電や電気火花を生じる危険性がなく、泥や水にさらされても、故障の少ない圧縮空気を動力源とするウィンチが多用されている。人力のものはハンドウィンチとも呼ばれる。巻き取りドラムを持たないチルホールに比べ、巻き込めるロープ長に制限があり、巻き取り可能なロープ長さは短い。 ただし、小型軽量かつ電源が必要ないため価格が安く、懸垂膜、シャンデリアなどの照明器具昇降装置、ゴルフ場などのネット昇降装置、小型船舶、農業設備、駐車場ロープ巻き取り、コンベア客不要用など、定置型でも使用頻度が少なく経過主な用途や、小型軽量化が求められる、あらゆる用途に使用されている。ウインチが文献に現れた最古の例として、 ヘロドトスのペルシア戦争についての歴史書がある。それによると、紀元前480年、数百の船を並べて、ヘレスポントス海峡に橋を架ける際に、船をつなぐ綱を引き締めるのに、木製のウィンチが使われたという。それ以前に、アシリアでウィンチを使っていたと考えられている。紀元前4世紀のアリストテレスの時代には、ウィンチと滑車を使った、 巻き上げ機が普通に建築に使われていた。ありがとうございます。